あの全然大丈夫なんで、あの喋れるくらいでね大丈夫なんですけれども、あの何かに当たったのか、食当たりなのかウイルス性なのかで、こう胃腸炎までいかない胃腸炎、軽めの胃腸炎みたいな感じになっちゃってですね、熱も39度ぐらい出ちゃって、そうで、なんだっけ、そのまま病院に行って、でまあ今思えばなんですけど、全然その水分補給をねちょっと怠っちゃってて、でそう嘔吐もしちゃったんですよ。そうそう、まあそんなもんでこうなんかの水分取ると吐きそうになっちゃうから、ちょっとなんか意図的に先に、ね、でも寝たりとかしてて、でこうその間に発汗とかで、ね、汗かいてこう多分水分もなくなってっちゃってて、でそのまま病院に行っちゃったんですよね。うん、でそっから薬局で薬をこうもらう間にこう手足のしびれが、まあ、あるなって思ってたんですけど、それがこう全身に回っちゃってですね、そう鼻の先とかもブルンブルンこうしびれてるわけ、まあ、痙攣にはなってないんですけど、そうでもね、そのそっから過呼吸になっちゃって、でこうなんか手をキツネみたいなになる、するできるじゃないですか。それのもうちょっとこう全部指を突っ張る感じのまま、こう手が動かなくなってて固まっちゃってですね、そうで、ろれつも回らなくなっちゃって、こう救急車を薬局の方に呼んでもらうということが、まあ、起こってですね、まあ、ちょっとすごいしびれちゃったんですけど、個人的には初めて救急車を呼ぶような事態にね、まあ、結果ね、そのまあ胃腸の方とは別というか、まあきっかけではあったんですけど、その救急車運ばれたのは別の症状で、普通に過呼吸ですって言われて運ばれて、過呼吸なんだみたいな感じで、で大丈夫ですからとか言って、ゆっくり深呼吸してくださいっつって言われて、でまあ内科に搬送されて、まあ1時間もないですね、35分ぐらい点滴打って、大丈夫ですかって言われて、あもう大丈夫ですねみたいな、じゃあこれで大丈夫ですのでっつってタクシーで帰るっていうで大丈夫だったんですよ本当にねいやでも そんなケロって帰れるかなってぐらい、当時その救急車呼んでもらえますかっていうのも、その店員さんというか薬局の方に言うのも結構しびれる感じで、もう救急車みたいな感じだったんですよ当時ね、ぐらいもうねバキバキにマジやばい、ろれつ回らないの結構やばいじゃないですか、なんかあんまり回らなくなることないじゃないですか普通に暮らしててね、そうだから結構焦っちゃいましてね、まあ本当にいよいよもう 30歳だしなみたいな、マジで気をつけなきゃなみたいな、本当軽度で済んでよかったですけれど、うん、でその指がピーンってなっちゃうのもその過呼吸の症状なんですって、トルソーなんとかみたいな症状みたいなっていうものがあって、だこういうもう見て一発、ああもう過呼吸だねみたいな、そういう感じの診断だったんですけど、まあ全然それでも軽かった、軽い方だったらしくて、でいやーマジあれ焦ったな、本当によくね、風邪ひいた時本当にとか体調不良の時に水分取んなよとかっていうのくだりよくあるじゃないですか、あれマジ本当だからねっていう、本当ね、まあ、よく聞きすぎてなんかまあそりゃそうだろうくらいに思うじゃないですか普通、俺もそうなんですけど、あれ本当にマジだわって、マジで水分取んないと別の症状で過呼吸になってしびれて救急車呼ぶことになるか、俺みたいに本当に水分補給は本当皆さん本当気をつけてくださいよ、だよく本当にな、熱中症とかもね意外と起こるじゃないですか、室内でのその夏のとか、もう多分こういうことなんだなってちょっと身に染みたんですよね、だから本当にね皆さん気をつけてくださいね、これからフェスとかも始まりますしね、本当に水分補給ねマジで大事、本当に身に染みました、水今本当に今マネージャーに買ってきてもらいました、飲みます、飲みつつやりますから今日もね、はい、今は全然本当全然大丈夫なんで、ご心配なさらずでね、大丈夫ですので、はい、そんなお話です。じゃあお便りいきますか。ラジオネーム暁、荒井先生こんばんは、先日のポテチ会の放送を聞いて、はい、湖池屋の薄塩味を食べたいと思いスーパーに行ったところ、新商品の
じゃがいもと塩に切り替わっていたので新商品を購入して食べてみました。はあはあ、はい。薄塩味と比べてないのでわからないのですが、小池屋ならではの厚みで食感も良く、塩味だけでなく旨味も感じ取れて、とにかく味がとても美味しかったです。私はポテチ大好き人間で袋を手に取って最後までノンストップで食べ続けるのが好きで、夫にはポテチの食べ方が怖いと言われます。新商品のじゃがいもと塩ですが、私が何度もリピート買いしているフラポテトという、ポテトチップスに似てるのでよかったらフラポテトも試してみてください。フラポテト。ちなみにアマゾンプライムの東京ドームの、ライブを鑑賞しながらいただきましたということで。あ、そうなんです。フラポテトってあれ？フラノのやつですか？あれ？違いましたっけ？あの前回フラノのやつありましたよね。え？あれ？フラノッチ？あー、これか。はい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 。あ、ちょっといいやつだ。あ、そうなんですね。フラノッチとはまた違うやつなんですね。さすが。さすが、藤田マネージャー。今すごい解説いただきましたけれども、さすがチップスター就任で食べる男は違うな。コンソメパンチのことはあれはただの粉食ってるだけだって言ってましたからね。ナチュラル過激派なんだよな藤田さんもな。あれですよね、あのじゃがいもと塩ってあの青空みたいなパッケージメインになってるんですよね今ね。この間あの見せてもらいましたけど、あ、確かにちょっと味変わったのかな。実際食べ比べてみないとそれは分かんないよね。薄塩なんて特にね。あ、どうなんだろうね。食べ比べてみると食べたいですね、じゃがいもと塩。ちょっと近々見つけたらちょっと手に取ってみましょうか。はい、ありがとうございます。ラジオネーム小鳥のお尻。荒井先生こんばんは。牛皮についての情報提供はこちらで合ってましたでしょうか。合ってますよ、はい。先生は豆吉豆子さんという漫画家さんはご存知でしょうか。ほう。先生も好きな犬や猫との暮らしを面白おかしく書いている方です。ほう。その方の3月27日の漫画に小分けタイプの雪見大福は牛皮の割合が多くてうまいと書かれていました。牛皮好きの先生に知らせなければと思いメッセージしました。小分けタイプの雪見大福は牛皮の割合が多いんですか。小分けタイプの雪見大福って普通に売ってるのはもう、あ、箱のやつってことか。あれですかね、あのピノの個包装みたいなことですよね。一個ずつ一個ずつのみたいなニュアンスでの雪見大福があるってことなんですかね。それ一番うまくない。それ今全然ピンクなんですけれども、これあの救急車に運ばれちゃいましてね、ちょっとあのびっくりですよね。あの今こういう感じで、あの全然大丈夫なんで、あの喋れるくらいでね大丈夫なんですけれども、あの何かに当たったのか、あの食当たりなのかウイルス性なのかで、こう胃腸炎までいかない胃腸炎、軽めの胃腸炎みたいな感じになっちゃってですね、熱も39度ぐらい出ちゃって、そうで、なんだっけ、そのまま病院に行って、でまあ今思えばなんですけど、全然その水分補給をねちょっと怠っちゃってて、でそう嘔吐もしちゃったんですよ。そうそう、まあそんなもんでこうなんかの水分取ると吐きそうになっちゃうから、ちょっとなんか意図的に避けてて、でも寝たりとかしてて、でこうその間も発汗とかでね汗かいて、こう多分水分もなくなってっちゃってて、そのまま病院に行っちゃったんですよね。うん、でそっから薬局で薬をこうもらう間にこう手足のしびれがまああるなって思ってたんですけど、それがこう全身に回っちゃってですね、そう鼻の先とかもブルンブルンこうしびれてるわけ。まあ痙攣にはなってないんですけど、そうでもね、そのそっから過呼吸になっちゃって、であのこうなんか狐の手を狐みたいなにできるじゃないですか。それのもうちょっとこう全部指を突っ張る感じのまあまあ
こう手が動かなくなってて固まっちゃってですね。あれですね。そう。小池で、あのロレツも回らなくなっちゃって、こう救急車を薬局の方に呼んでもらうということが、まあ起こってですね。